金庫の左の扉だけ閉まってるのを覚えてますね。で、ミーティングに行ってずっと鳴ってて直らないなって言って待ってました、ボタンを僕は。怪しい。怪しいです。怪しいです。しばくまが怪しくなろうとしてるよ。セルフィさんは濃厚だと思いますよ、たくやさん。だって、ダンミさんがリンさん見てるんだったら無理だし、俺目線リンさん無理だし、やばい。リッカさん目線リンさんとか無理だもん、ね、諦めのちばくま。高めださん、たくやさんのキルは無理。でしょ。じゃあ、頼むよ、最後。花火を打ち上げてくれ。いけるのが、セルフィさんだけ？栗山ヤミさんはどう思ってるんですか？どう思ってる？僕がですか？あ、そうです、そうです。まあ、セルフィーさんか、まあ、伊豆さんがスペシャルミラクルセルフレポートしてるか、ですかああ、まあ、ね、その切っ可能た性後はね。に。はい。いや、僕視点で、僕、まあ、ボタン押しますね。ボタン押しましょう。強気だな。耐えてくれ。コックピットに行く意味がないいや、違いまし、す。立あのね、火視点30で。秒ぐらい経ってたのよ、リアクター鳴ってから。違います。立火視点でバイタルを見てからそっちに移動してて、それまでに工藤さん、四葉さん、セルフィーさんとミオさんと見てたんで、右には誰か行くと思ってました。立火さん入れまます。立火さん入れた。立火さん入れます。ちょっといいですか、いいですか、ごめんなさい、いいですか。栗山ヤミさんどう思ってるんですか、これ。なんでそんなにいっぱい聞いてくるの、工藤さんは。釣れたと思ってますよ。伊豆さんと工藤さんの LINE に見えてます。でもまあ、伊からどちらか落としてほ豆さんしい。はさそうだん切れけないど、と思うんそれはだなよいと思うけど。ヌーの情報とか出す前に、四葉さんがバイタル情報を出してたことから、僕目線結構四葉さんはバイタルにいるって考えると、高谷さん切るは絶対無理なんですよ。あ、その場合ってごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、思うんですけど、妥協点を取るとしたら、栗山由美さんが伊豆さん釣りたいかどうかっていうのをまず、僕もそれは知りたいですね。まあ、確かにそれは重要だね。知ってんのめっちゃおもろいからさ。伊豆さん、釣らなくていいんじゃない？あ、じゃあスキップします。はい、スキップ。失礼します。釣り進行しないと思う。セリフィさんは釣りたいけどな。釣りたいけどな。ヤミさん、ヤミさんに聞いてみよう。あ、ヤミさんに聞こう。あ、そうですね。その立ち位置なん？なんでこんな。僕、釣りますか？あ、釣れ。釣り飲みますよ。あ、釣ります。はい、釣りで。セリフィさんは釣りで行きましょう。釣らないです。釣らないです。工藤さん、本当にこれ。とんでもないことになったらどうしてくれるんですか、工藤さん。これワンちゃん終わるよね。まあ、確かに工藤さんのせいにできるかもしれない。そうですよね。これのせいで負けない。マジ栗山やみ裏から。やるんだよ。最強やん、最強。マジでおもろかった。栗山やみ最強。栗山やみ最強。まあね。ふざけてるのがマットミートって。栗山やみ最強だな。本当だった。